お取り寄せスイパーさーん、よーっ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、ごゆっくりご覧になってください、ごゆっくりほ、ね、本当にね、うん、もうとどまることを知らないよ、おー、いっぱいいただいちゃってさ、いっぱい、ね、うん、ありがとうございます。これね、すごいこと言っていい、うん、どうぞ。いまだにステッカーいりません、うん、来てません。いや、まあまあ気使うだろうしな、まあそうね、うん、いらないとは言えないかもしれないし、遠慮なく言ってくれていいのにね、うん、こっちで勝負するから、うん、では言うものの、そうね、うん、傷つくのはこっちだけだからね、そう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 、うん、それを言うからだね、うん、はい、ということで、はい、うん、今回も怖い話をね、うん、していきましょうか、お願いします、はい、その前にチャンネル登録よろしくお願いします、お願いします、お願いします。それでは早速今回のお取り寄せ会談をいただいてまいりましょう。ベロリンティアー、王さんからのお取り寄せ会談です。今日は私の経営していたホテルで起きた心霊体験をお話しします。このホテルは家具が揃ってある状態で購入した4階建てのホテル。しかし営業中にはフロントに立つ知らないおじいさんを見たり、女性に声をかけたらその場に消えたりと不可解な現象が連発しました。私は悪徳不動産に騙され、いわくつきの幽霊ホテルを購入してしまった。ある時、もともとホテルの壁に埋め込まれた絵画たちに目が止まりました。その絵画を見ていると、私はすごく気持ちが悪くなりました。少しですが、私には霊感があり、投資ができます。投資すると、絵画の裏には何かがある。私は建物内36箇所の絵画を見て回ると、やはり全ての絵画が気持ち悪いと感じました。仕方なく壁を取り壊し、絵画を取り出して、その額の中を見ると、そこには、ベタ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 、と、ボロボロのお札が貼り付いてありました。結局ホテル内の絵画すべてにお札が貼ってあり、急いですべてをお寺に納めてきました。それ以来霊的な現象はなくなりました。皆さんも物件を購入する際は悪徳不動産には十分注意してください。というお話でした。悪徳、ホテルを買ったんでしょ？ってことやね。絵を金持ち、金持ちというかちゃんとね、お金持ちか、もう。じゃないの？そうね、騙されて買っちゃったって言って。うん、そうね。まあ、全部、うん、騙されたというのはどういうことかというと、いわゆるその幽霊物件だったみたいな、事故、うん、物件的な ね、うん、絵でお札を隠してんのかってことだと思う。だから、うん、絵の額の中やから、うん、でそれを壁に貼り付けてるから、うん、額の中ってさ、だから絵が取り付かれてるってこと。いやだからお札を貼る、うん、とバレちゃうから変なところ、うん、だから絵の中に隠しちゃった、うん、なるほどね、してやる、うんホテルの場所をちょっと教えてほしい ね、 ね、 そうね、今もあるんやったら、うん、でも誰かの所有物にはなってんのか今も、なるほど、ね、そうなのかな、まだこの人が持ってるのであればね、うん、行かせてね、いただきたい ね、 そしね、まあでももう今は大丈夫やって言ってはるから、おお、お払いしてもらう、お払いしてもらうのね、うん、だって結局お札貼ってても、うん、おじいさん見たりとか、うんうん、女の人声かけたらパッと消えたりとかあったんでしょ、うんうんうん、抑え込められてないんだよねってことよね、結局ね、うん、その程度ぐらいまで収まる、ああ、逆にそういう感じになるか、それなかったらとんでもないことになってたよな、やばいよ、うん、ホーンデッドマンションじゃん、うん、全く同じことだってした、うん、いや、全く同じこと思ってた、すげえ、うん、3人でやるやつちゃうやろお前ら、音全然綺麗になんなかったもんなベニョンみたいな音したもんね、ハイタッチは3人でやるやつちゃうねん、え、本当にマイク思った、いや、本当に思った、いや、俺も思った、そうでしょ、うん、俺もマジで思った、ほらそうなるやん、なんでここ狂ってんだお前俺これあの、誰から例えたか忘れてもうて俺まだバレてないから一回でよし、バンバンバン誰スタートか忘れちゃった、いやけど本当行きたいね、うん、みんなでね、ねえ、あるんやったら、ね、もしかしても、うん、もしかしたらまだなんかあるかもしれないしね、うん、まあ、そうね、うん、だそういうとこ場所ってさ、多分何丸何号室で何かが起こったみたいなさ、うん、のがありそうじゃない、確かにね、確かにね、そっからあの、うん、お化けがさ、うん、出てきてみたいな、だ元はあるのかもしれないし、うん、でも全体36箇所にお札を大量に貼ってたわけやから、確かにね、うん、相当でしょう、よっぽどだよな、うん、その俺たちもいろんな心霊スポット、まあホテルもいっぱい行ってきたけども、うん、そもそもの場所は怖いけど、うん、入ってみたら、うん、ここは何もないなーっつってスルーできるところがあるけど、うん、
本当にヤバいところっていうのはもう雰囲気でわかるよね。いや、なんか、なってきたよね。なるほどね、うん、それはね、確かにね。ただその噂されてる206号室は、うん、はい、もうね、藤原号の、うん、もう本当にレベル違かった。そうね、レベチなんか、もう大げさだけど、その、うん、部屋があるでしょ、うん、黒い何かがブワーわかるわ、溢れてくるような、ね、目視できるような、そんな感じしちゃうのよ。だから、勝業もそうだったじゃん、はいはいはい、燃えた部屋でさ、俺とマイクが2人でやってる時に最後にバーンって爆発したところの、うんうん、から落としてたじゃん、最初落としたで、落とした落としたっつって、うん、みんな呼びに行って、で、そこがまさかのその事件があった、うん、燃え全焼しちゃった部屋で、うんうん、下降りてったら壁が爆発して、うん、そこから降りてって帰ろうと思ったら上からドン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 っていう足音聞こえるみたいな、うん、だからもう分かるじゃん、そういう場所行ったら、うんうんうん、はい、貼りに行く？お札を、国ね、そういう心霊スポ、うん、有名心霊スポットに。そう、だからさっきパルマが言ったみたいに裏を返せば、うん、あのお札を貼ればそれくらいの程度に済んだ、うん、出たんじゃないかっていうのは俺かなりいい話をしてると思ってて、うんうん、だからその貼りに行ってさ、うん、お札、うん、ちょっとちゃんとお願いしてさ、うん、その特攻作ってもらって、作ってもらって、うん、それいいんじゃない、ちょっとさお札貼ってみる、うん、やってないかもね、誰もね、うん、確かに。どうですか、皆さん。分かるわけないよね、今生のリアクションもらえるみたいな。貼っていいもんなのかな、分かんない、どうなんだろうね。そうだね、うん、そうそうね、うん、まあ、だからそれこそそのホテルに行ってちょっと泊まってみてさ、うん、おー、そういうことね。もしあったらさ、確かにね、ペトが、まあ、ペトが泊まってみて、ね、なんで俺だけな、うん、もう提案したからね、提案したから、ね、うん、それみんなで行こう思って提案してんねやんか、何言ってんねん。今の関西弁。えぐめの、えぐめの強い関西弁。お前の言葉にソースが塗ってあって。コテコテすぎた、うん、関西だった、うん、いいね、例え出たね、今ね、うんうん、あ、どうも。はずなるようなことすなよ、かわいそうに。マジで全員でね、いいじゃない、その旅行がてらじゃないけどさ、皆さんやってるしね、うん、心理口が止まる系ね、うん、こんなことがあったようなホテルやったらさ、うん、まだやっぱなんか起こるかもしれんやん、ね、うん、もう俺たちはこの1年間やってきたことを通して、うん、霊がいないとはもう絶対言わないもん、うん、言ってきたけど散々これを始める前は、うん、霊って信じないです信じないです信じないです、うん、多分グループだったけど、うん、多分ね、皆さん聞いてみてください、一人もいません、この中に。聞いてみてくださいって何。あったら、あったら、あったらね、霊信じますかって、例えばビー玉に会いました、今言ってよ、うん、じゃあ俺がそのあなたをやりますね、ええやろこれ。何やこれ、見せざビー玉さんですか、はい、は、え、そんなリアクション。そう、霊信じますか。信じます。こうなります、ね、なるかお前。話しかけねえそんなやつ。なるわけないやろこいつ、うはうはだよ、もっと多分。そうね、本当はね、こんな会場で来てくれたら、え、タッチャイさんですか。はい、何やねん、一番嫌やろ。レって信じますか。信じます。もう行かれてるやん。僕なんかに侵されてるやん。何だろうお前、何このやり取り。こうなりますよね、偽物のターチャイ。偽物のターチャイモンだと、偽物すぎるやろ。で、本当によかったら、なんかちょっと、そうですね、うん、もしもし、もしも本当ここまでで、ね、お願いします。ここまでで大丈夫なので、はい、ぜひぜひお願いします。お願いします、はい、お願いします。大さん、ありがとうございました。よいしょ。ということでね、ステッカー、あー、そうですね、はい、お送りしましょうか、こちらの、はい、オカルトスイーパーズステッカー、おー、はい、こちらですね、をね、こちらにサインをつけて、はい、お送りしますので、この2つを、はい、ね、うん、いらなかったらいらないって言ってください、ね、こんなもんポイしちゃいますから ね、 ね、そんなことするなよ、お願いします。怖い怖い。以上、お取り寄せスイーパーズでした。ペロリンチャー、おい、ペロリンチャー。オカルトスイーパーズは視聴者の皆様からの怪談を募集しています。 Twitter の DM または概要欄に記載してあるメールアドレスに送ってください。 Twitter とインスタのフォローもお願いします。チャンネル登録・高評価もお頼み申す。それでは明日もペロリンチョ。